はじめに、私は先日ひどく怖い夢を見ました。それで誰かに聞いてもらいたく、ここに書き込むことに決めたのですが、テンプレの過去ログ倉庫を拝見させてもらったところ、その中にある猿夢という話と大変似通った内容であることに気づきました。それを読んで私自身かなり驚き、似たような話を書くことに若干ためらいもありましたが、決してパクリや創作ではないので読んでみてください。私は学校にいた。中学校だ。もう随分前に卒業した。これが夢だとすぐに気づいたのは、あまりにも校内がシーンと静まり返っていたからだ。何より、今の自分に中学校に来る用事などない。少々不気味ではあったが、緑色の廊下や歩くとミシミシいう教室は懐かしかった。しばらくぶらついていると、廊下の隅にあるトイレが目についた。はは、懐かし。中学時代の私は胃腸が弱く、授業中にトイレに駆け込むこともしばしばあった。だから、変な言い方だが、トイレは結構身近な存在だった。きっとドアを開けて中に入る。相変わらず汚い。私はなぜか吸い込まれるように個室に入った。洋式トイレにドカッと腰を下ろす。なんで、俺こんなことしてんだ？そこでようやく私は、自分の行動の異常さに気づいた。そう、なんで私は夢の中でトイレの個室なんかに入っているんだ、と。じわじわと恐怖感が芽生え始めた。怖い、怖い。なんで俺トイレなんかに入ってんだよ。軽いパニック状態に陥り、キョロキョロと周りを見回した。すると、動いた弾みで、カサッという音が上着のポケットから聞こえた。なんだろうと思って引っ張り出してみると、それは何の変哲もない一枚の紙。くしゃくしゃに丸まっていた。開いてみる。そこには私の筆跡とおぼしき字でこう書かれていた。バリ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 意味がわからない。もともと字が汚い私であるが、そこに書かれている字はそれに輪をかけて汚く、ひどく焦って書いたような印象があった。首をかしげて疑問符を浮かべていると、一番奥の個室から物音がした。びっくりした。誰もいないと思っていたのに。音は断続的に続いていた。自然とそっちに耳を傾けると。バリ。バリバリ、バリ。バリバリ。心臓が飛び出るかと思った。バリバリ。紙に書いてあったのはこのことだ。でも、この音源が何であるのかは、全く見当がつかなかった。ただ言えることは、何か軽い感じの音ではなく、なんとなく重い感じの音だった。私は今すぐ逃げ出したい気持ちだったのに、どういうわけか壁をよじ登って、上から音源の個室を覗き見ることにした。もちろん細心の注意を払って、音一つ立てないようにだ。私は見た。私の個室からは隣の隣に位置するため、すべて見ることはできなかったが、音源が人間であることはわかった。それも女の子だ。黒髪の、おかっぱで。そう、まるでみんながイメージする、トイレの花子さん、そのまんまだ。髪の毛が邪魔で何をしているかはわからなかったが、そいつが何やら頭を上下に動かすたびに、またあの、バリ、バリ、という音が響いた。私は自分でも驚いたが、信じられないほどの勇気を持って、さらに身を乗り出した。そこで私は見た。少女が人間の生首を、頭蓋骨からバリバリと食ってるのを。私は絶叫した。もうなりふり構っていられない、殺される。ドアを蹴破って個室を飛び出した。足がもつれて男性用便器に激突したがそれどころじゃない。振り向けば、一番奥の個室が薄く開き始めていた。やばい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 。全力疾走。トイレを出て階段を目指す。母校だけあって校内の地理は完璧だった。自分がいるのは地上3階。3段、4段飛ばして階段を駆け下りる。すぐに1階にたどり着いた。そこで私は異様な光景を見た。
下駄箱には片足のない少年や、和服姿の女の子、その他にも、妖怪のような気持ちの悪い奴らがうようよしていた。でもそいつらは、私を珍しがっていたようだが敵意はなさそうで、すぐに襲いかかってくるような気配はなかった。私はほっと安心する間もなく、校庭に出る扉に飛びついた。一つ目の扉には鍵がかかっていて開かなかった。二つ目も三つ目も、四つ目にも鍵がかかっていたのだが、これだけ内鍵のような仕様で、ひねれば簡単に開く鍵だった。開けるなり、また手破るように外に飛び出した。やった、助かった。やった、助かった。自分で言ってなんだか変な感じがした。なんで外に出ただけで助かったなんて言えるのだろうか。ここに来てやっと私は思い出した。俺、この夢見たことある。そう、前に一度だけ、これと同じ夢を見たことがある。あのバリバリというメッセージも、前の夢で自分が書いたものなのだろう。この扉を出てすぐ右手に、フェンスを切り取って作ったような簡単なドアがある。前の夢ではそこを出た瞬間に目が覚めたのだ。だから、ゴールが近いということを知っていたから、助かったなどと言ったのだ。たとえバリバリが追っかけてきたとしても、ダッシュで走ればもう追いつかれないという自信すらあった。そう思って、私は扉の方を見た。絶句した。私が通っていた頃のその扉は、常時開け放たれていた。それなのに今は閉まった状態であり、おまけにごつい錠前までしてあった。嘘だろ、ふざけんな。私はすっかり忘れていたのだ。最近小学校や中学校も物騒になってきており、登下校時間以外は全ての門を閉めておくことになっていたのだ。私が前にこの夢を見た時には、そんな規則はまだなかった。だから門はいつも開いていた。私はどうしていいか全くわからず、天を仰ぎ見た。するとトイレの窓から、誰かがこちらを見つめているのに気がついた。バリバリと目があった。鳥肌がブワッと立った。全身の毛穴が開く感じ。背筋が凍ったような気がして、体温も急激に下がっていった。逃げなきゃ逃げなきゃ逃げなきゃ。私はとにかく走った。あいつから少しでも離れなきゃいけなかった。そこで私は思い出した。確か給食センターの車が入る門がある。あれはかなり低いので、よじ登ることだってできるだろう。そこへ向かってがむしゃらに走った。確かめてはいないが、すぐ後ろにバリバリがいるってことがなんとなくわかった。しかも自分より速い。50メートルもしないうちに追いつかれるような勢いだった。もうここからは感覚というものがほとんどなかった。ただ走って、門が見えて、それを全身で這うようにして登った。最後は転がり込むように、門の外へ身を投げ出した。助かった。今度こそ。そう思った。わけもなく。ただ絶対自分は助かったという安心感があった。私は視線を外から学校へと向けた。バリバリとの距離がどれだけ縮まっていたのか確かめておきたかった。振り向いた瞬間、私は再び肝を冷やした。バリバリとの距離はなきに等しかった。もう目と鼻の先にあいつがいた。私の頭蓋骨を両手で掴み取らんとばかりに、これでもかと伸ばした状態で固まっていた。そしてあいつはこう言った。今度は殺せると思ったのに。そこで私は目が覚めた。当然のごとく全身は汗びっしょり、軽くめまいすらした。起きて私がした行動は、この夢を忘れないようにノートにメモを取ること。あまりにも怖い夢だったので、後で誰かに話したかったのだ。しかし、メモなんてめったにしたことないので、すぐにノートは見つからなかった。本棚の奥にあった古びたノートをやっと見つけ、開いた瞬間また私は絶句した。バリ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 。ノートの最後のページには確かにそう書いてあった。私は恐怖のあまりしばらく動けなかった。
一度目の夢はほとんど記憶にないが、割と楽に逃げ切れた気がする。二度目は今話した通りだ。でも三度目は、考えただけでゾッとする。はっきり言って、今度またあの夢を見たら逃げ切れる自信はない。もし今後、新聞か何かで寝たまま死んでしまった人なんて記事があったら、それはもしかしたら私かもしれない。絶対そんなことは起きてほしくないけど。